以前からコンビネーションスキンといって T1 がねすごく脂っぽくってこの目の周りがカサカサでもすごいトラブルがあったんですよ。たまにこうちょっとニキビとは言えないんですけれどももううつぶつができたりして化粧のノリが悪かったんです。それがねもう50過ぎるともっとちょっと高級なね実用でも本当に何百ドルという栄養クリーム使ったことあるんです。でもいっぺんでかぶれたり頭の中まで痒かったりするトラブルだったんですね。で怖かったんですよ。だけど温泉の成分だということとユズすごくいい香りにユズが入ってるっていう日本の名産の2つが入ってるものすごく気持ちよくなりました。で肌が綺麗になりました。かぶれてません。すごく安堵感のある商品です。初めて使った時はもうやっぱりこう次の日にもちもちっとしてあれ違うなって分かったんですね。でブツブツが気にしてあと全体的にプリプリというプリンのような感じになったんです。それで騙されてるよって思うずっと使っていこうって 2,3 ヶ月後にみんなに化粧のりがいいね綺麗だね肌がプルンプルンだねって聞かれるようになったんですよ。すごく嬉しくってそれが紫外線防止効果が入っていると書いてあるところでやはり朝はしっかりと起きて洗顔してからすぐ使って化粧をします。でそれでオーストラリアは紫外線が強いのでやはりもう帽子紫外線 UV ケアということで使ってます。で夜はやはりちょっと疲れたなという時が 2,3 日に1回ぐらいあるのでその時に使っています。でこれ夜も日焼け止めクリームというか UV ケアが入ってるんですよね。はい。でそれをつけていいのかなと思ったんだけどよく考えると朝起きてももう日が当たってますよね。それ考えるとあ守られてるんだっていう安心感があります。厳選はたくさんの商品使うのかなと思いました。4本しかないんですよね。でそれも一滴でいいわけですよ。私はやはり仕事してますし高校生の息子がいます。で家の中ではもう戦争のようなものです。だけども朝化粧する前にパッと一滴つけてでだけだったのでとても便利でいいです。それが長く続けるコツだと思うんですね。2本でいいんで嬉しいです。私みたいに50代過ぎた60代過ぎたとかって言って投げやりになってそばかすがいっぱいあってね誰も見向きもしてくれないっていう悩みがある人たちはそうじゃなくってまず使ってみて肌をきれいにしましょう。そしてきれいに化粧する。そうすると自然に前向きになってくるんですね。お洋服も選びに行きたくなるんです。すごい相乗効果があるわけです。肌が良くなると。だからそういう40代50代60代の方に使っていただきたいです。おすすめします。